はい、皆さんこんにちは、吉田成正です。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。はい、チャンネル登録まだの方はですね、こちらの上の方にチャンネル登録というね、ボタンがありますので、クリックしていただければ簡単にチャンネル登録できますので、よろしくお願いいたします。チャンネル登録、こちら無料ですね。はい、無料でもちろんございます。ということで今日ご紹介するのはこちら。スーパーさんで購入しました、マヨソース入りプルコギソウルプルコギトルティーヤでございます、ね。はい、スーパーさんで買いました。こちらですね、確か198円だったと思います。普通コンビニさんで売ってるですね、こういったブリトー的なものが200円を超える中、あ、100円台じゃ安いなっていうふうに思ったんで、確かに記憶、金額はですねそのぐらいであったと間違いないかなと思います。はい、マヨソース入り、うわうまそうですね。これ見ていきましょう。素晴らしい。電子レンジで温めるときはちょっと袋を開けてくださいね。はい、切れないね、ハサミ登場。大丈夫ですね。はい。普通の、そうですね、コンビニさんとかで売ってるブリトと見た目は変わらないですね、全然。いった、熱いね。いただきます。普通の家庭用の電子レンジで60秒ほどで、ちょうどよくね温まると思います。うん、もうね、このねトルティアが好きなんだよね。あの、まだあんまり中身まで到達してませんけど、今一かぶりで前。プルコギ、マヨソース入りプルコギまでちょっと到達してないですね。ちょっといきますね。うん、うん、ちょっと中身が少ないかな、これ。そんなことないかな、これ。こんなもんなのかな。味はまあうまいけど、なんだろう、このごめんなさい、そのプルコギってまあよく分かってないんですけど、実は肉が細かいのかな。ですんであんまり食感がない感じなんですよね。肉っていう感じの食感ないですね。あんまり食感がないまま、もうあと少しとまで来てしまいました。はい。ちょっと こんな感じですね。ここはうまそうですね。うん。うまいはうまいんだよな。うん。うまいはうまい。微妙だな。うん。どうだろうな、これ。うまいはうまいです、本当に。うまいけど、だから、バランスですよね。バランスだとトルティアに入れたことに、これなんかに乗っかってれば、うん、美味しかったかなと思うんですよね。美味しかったかなっていうか、まあ味は美味しいんですけど、その全体的なバランスですよね。なんか、わかんないけど、ご飯に乗ってたり、あと麺類に乗ってたりしたら、もっと直接、来るじゃないですか、一口目で下に。なんか包まれすぎちゃった感じがありますよね。うん。ああ、ただでも美味しかったので星8つということです。はい、ちょっと喉乾くかな、これな。はい、ありがとうございます。ということで、今日ご紹介しましたのは、スーパーさんで購入させていただきましたマヨソース入りプルコギソウルプルコギトルティーヤでございました。またお会いしましょう。